クリスマスだし思いっきり楽しまないと。そうだ、もう誠ちゃんともう恋人らしいことはしたから、あとはもう仲間と純粋に楽しむだけよ。私が許可する。今日は好きなだけ騒げ。許可出すのは俺だけど。あ、双葉が今ね、好きなだけ騒ぐ許可を出すみたいなこと言ってたけど、宗次郎はな、許可は俺だぜって。ま、多少は多めに見てやるが、ほどほどに。そうだな、宗次郎は状況を知っているから、ただクリスマスを楽しんでるだけじゃないっていうね、本当に世界救ったっていうのは知ってるわけだから。よっしゃ、お、クラッカ ー, ークリスマス。お、ちょっと発音悪くないじゃない、メリークリスマス。聞いてねえな。まあいいか。おお、あ、シュークリームのケーキみたいのがある。シュークリームが山積みになってる。おお、そう簡単だ。え、これ宗次郎が作ったの？先に言っておく。あ、俺は料理を持ってこれなかった。まあ別にお前から期待してねえよ。あ、これみんなで持ち寄ったんだな。ケーキやらジュースやらなんやら。このシュークリームケーキを誰が持ってきたんだろう。その代わり皿洗いを任せてくれ。美しく洗い上げてみせよう。ユウスケが皿洗いするって、まあまあ妥当だな。普通にみんなで片付けよう。みんなで片付けようって春が。で、誰が何持ってきたんだ？チーズとカルパッチョみたいなのとケーキみたいなのとシュークリームの山とサンドイッチとオレンジウォーターがあるけど、オレンジウォーターとなんかもうサンドイッチがもう一皿あるのかな？私、そのシーフードのマリネ。ああ、カルパッチョじゃなくてマリネか。まことちゃんだな。おお、じゃ手掴みすんじゃねえよ、バカ野郎。まことちゃんすげえな、しかし。インナーとイチャイチャして帰って、サイさんに、空き地が何だってって話聞いて、マリネ料理してここに持ってきたの？ああ、でも一応あれか。これあれだわ。昼じゃないな、これ夜だわ。クリスマスの。ああ、だから一応、朝とか昼とか時間はあったんだな。私は、好みが分かれるかもって思ったけど、あのチーズ。あのチーズ？春がチーズを持ってきたから、あのチーズって何？また食ってる、リュウジ。お。靴下の匂いすんな。ああ、まあ、上質なチーズってそういうことが多いよね。匂いが。っていう。あ、でも磨いてまいか？お。うまっ。なんでお前一人だけ食ってんだよ。待てや。よかった。これ、黒缶ブッシュだよね。お。クロカンブッシュ、これがあれかな、シュークリームの山みたいなやつかな。それ、私が作ったんだよね。あんちゃん料理もできんの？こんな洒落たもん作れる？普通、すごっ。プチシュー買ってきて積んだだけだけど。ああ、まあなるほど。ああ、オッケーオッケーオッケー。プチシューを買って積んだだけだと。ああ、まあ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 、まあ、でもすごいじゃん。食べるのが惜しい仕上がりだ。やはり甘いものはあんだ。ああ、そっかそっか。あんちゃんは甘いものいつも食べてるから、この辺がよくわかってるんだな。けど、それだとこっちの箱は誰の？この箱はそうだな、まあサンドイッチは宗次郎、双葉とインナーが作ったとして、ゆうすけが何も持ってきてなくて、まことちゃんがマリネ、はるちゃんがチーズ、あんちゃんがクロカンムッシュで、ケーキ置いてあるけど、これは？おお、これもスイーツっぽいな。ちなみに私じゃないぞ。双葉ではないと。あ、え、お前なのまさか。ま、え、お前はもうユウスケと同じで絶対に何も持ってきてないと思ってたわ。もしくはこのオレンジウォーターをコンビニに買ってきただけだと思ってた。お前にそんな器量があったとは。リュウジがスイーツ、リュウジがスイーツを持ってきただと。スイーツ、なんかリュウジがなんか持ってきたってことよりスイーツを持ってきたっていうのがみんな意外なんだけど、スイーツ、そこじゃねえだろ。おい、なその意味ありげなリアクションは。別に男はいいだろ、スイーツ好きでも。ほら、ちょっと意外だったから。明智だって好きだったんだ、スイーツは。まあ、え、これはまあただのファッションだけどみたいなことはあいつ言ってたけど。リュウジってどっちかっていうとお肉、あ、チキンとかのイメージだったし。まあ、チキンのイメージとはあるな、確かに。てかそうだね、チキンがないな。リュウジがチキン、そこつぼる。あ、ごめんね。ああ。ああ、そういうことか。ああ、リュウジとチキンを臆病者としてってことか。まあ、はるちゃんはそんなつもりはなかったと思うけど。
マジなフォローをやめて。マジなフォローをやめて。元気出せよ。全然チキンじゃないじゃん。元気出せよ。これが一番、これが一番ムカつくだろうな。ほらほら落ち込まないの。せっかくみんな揃ってのパーティーなんだから。あれだよね。なんか日本ってさ、あれでしょ。ケンタッキー買ったりするんでしょ。クリスマスで。アメリカだったら絶対そんなことしないんだけど。みんな。ん？あ、なんか双葉が感極まってる。モナちゃん。ああ。そっか、めっちゃ忘れてた。そうだったな。あ、なんか、明智と誠ちゃんでちょっとテンション上がりすぎて、ちょっと失念してたわ。そうだな。いや、でも俺はまだ希望を捨ててない。まだここでひょっこり出てくるパターンっていうのが。言わないようにしてたけど、やっぱり考えちゃうよね。今、モルガナはあれではきっとトイレか、外でちょっと、どういう顔して入るべきだろうな、みたいなふうに思ってんじゃないの？モナが、いてくれればな。宗次郎が今ドアに歩いてったぞ。これはまさか。あ、いたー。あー、しかもめっちゃいい絵。しかも宗次郎がモルガナ抱いてるの呼んだかって。ああ、ちょうどお前の話を。ちょ、まあ、ほか、ちょうどお前の話よって。そっか、猫として今さ、吹き出しが出た時にさ、いつものモルガナじゃなくてさ、猫フォルムのモルガナが出たんだよね。ほら、だからあれか、もう異世界はなくなったけど、猫としては現世にとどまれたっていうことか。消えたのは異世界の方の我が輩だけだった。ああ、やっぱそうだ。じゃあ何、猫として現実に残ったってこと？やったぜ。目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。あ、そうなの？いつ目が覚めたの？すぐにここまで向かったんだけどよ、意外と時間かかっちまった。ああ、そっか。いつもインナーにカバンに入れてもらってるからあれだけど、そっか、渋谷から四軒茶屋まで歩いてきたのか。それは大変だわ。そうならそうって言え、バカ。いえ、知らなかったんだからしょうがないだろう。じゃ、俺からもサプライズだ。これは、え、宗次郎まさか場所提供してサンドイッチ作って、それでさらに話じゃねえけど、資金用意しといたから。資金、もうできる男だぜ宗次郎。スペースあるか。あるある。おお、さすがご主人。あ、とか宗次郎は今更だけど、モルガナ何言ってるかわかんない。わか、どうなんだろう。何もかもが絶妙なタイミングだ。始めようぜ。打ち上げ兼我が輩の帰還パーティー。お前が言うか。調子に乗るな。ふふふ。ようやくいつも通りだね。これはもうハッピーエンドと言って過言ではないでしょう。まあ正式なこれがエンディングってわけじゃないんだろうけど、あ、これで全員揃った。スイーツ食おうぜ。スイーツ食おうぜって。ああ、いつもの。これあれだね。みんなのグループメールだね。最高のクリスマスね。ああ、写真。うわー、顔は。今、あんちゃん以外の女子3人、双葉、春と誠ちゃんがサンタ帽をかぶって、春が、まことちゃんに無理やりつけてて、まことちゃんが恥ずかしかってる絵なんだけど、こんなんもういいな、待ちおきにするしかないでしょ。俺が戻ってきたし、万倍歳だよね。いや、なんかまた泣けてきたんだけど。お、アンドの、俺も戻れて嬉しいぜ。俺がもう嬉しいって。お、モナの写真もあるぞ。これは双葉だね。パーティー終わった後のちょっとした一枚だ。あー、いいな。インナーがカウンターでコーヒー飲んでて、そっか、あ、パーティーの後だから、双葉とモルガナとインナーしかなかったんだな。インナーがコーヒー飲んでて、モルガナと一緒に話してる、談笑してる感じかな。おお、いい絵だ。うん、なんか2人を見てるとホッとするわね。
ここまで来たらインナーとモルガナって結構仲いいよね。友達だ、家族だ、ペットだ別にペットも家族の一員ではあるけどさ、え、ファミリー、いや、大事なペットだよ。俺は我が輩をペット扱いするな。もう消えるんじゃないぞ。あんな心配はもうごめんだ。双葉。そっか、今日お祝いの予定だったんだな。参加できてよかったぜ。もう何度も言ったけど、ありがとうみんな。戻ってくれてよかったぜ。これはこっちのセリフよ。あ、セーブしますかって、ストーリーセーブが入った。で、これでどうだ？もうエンディングに飛ぶ感じか？ああ！ん？エンディング？大晦日になったのかな？大晦日っていうか、12月30日に飛んだ。中途半端の飛び方だな。まあでもそっか、年越しは収めたいよね。どうなんだろう？これ、エンディングいける？これ。俺はなんかもうこのクリスマス関連のものが終わったら、そして時は経って、卒業みたいな。まあ卒業というか、まあ卒業するのは春と誠ちゃんだけだけど、で、エンディングで終わりかなと思ったんだけど、これ終わらないパターンか？まあちょっと続けていこう。残すところ1日だな。まあ30日の夜だから、急なんだけど、明日年越しパーティーするぞ。いいじゃねえか。双葉ちゃんが開催するの？教えてくれてありがとう。教えてくれてありがとうって、ここで言っといた。あ、ごめん、春は来なくていいよとか、絶対にないでしょ。バカか。宗次郎が年越しそば作ってくれるんだって。ほう、あの男和風もいけるのか。まあ別にそば茹でるぐらいは、まあ、あれだけど。であれば、夕方に待ち合わせるのはどうだろうか。お姉ちゃんも呼んでいいかしら？もちろん。いいぞ。全部貸し切りだしな。あ、吉沢も呼ぶか？おー。ああ、かすみちゃんね。かすみちゃんは、まあだから結局本編にがっつり絡むことはなかったけど、まあかすみちゃんの DLC 編みたいなのが1月から3月にかけてあると思ってるんだけど、モルガナとフタがもう話してたけど、前のパレスでは世話になったからな。それに、大晦日だし、別に練習とかもねえだろ。それはいいわね。じゃあ、インナ、お前によろしく頼んだ。お前が連絡しろよ。了解。きっと喜ぶと思うよ。そうだね、喜びそうだ、あの子は。双葉もいいな。同い年の子がいたらね。言うて、ね、1年で大したことないって話したけど、高校生の1年って結構重いからね。特に日本だと。それじゃあまた明日ね。忘年会か。楽しみだな。あ、普通に忘年会なのか。早速、吉沢に連絡してみようぜ。いいっす。まあ、あの子は断らんでしょうと。ああ、はいはいはい。ああ、で、231になりましたと。おお。すみません。私も呼んでもらっちゃって。おお、かすみちゃん、私服、センスよろしい。ゆうすけはなんだその格好。すげえ格好してるけど。昨日なんか普通に制服みたいなやつで来たんだけど、今日なんか、めちゃくちゃ柄のついたスカーフみたいなのを巻いてる。他はみんな同じなんだけど。あー、まあでもメンバーはあれだな、クリスマスの時と同じでプラスさえさんとかすみちゃんって感じか。で、かすみちゃんがありがとうございます、ちょっとお邪魔して悪いんですけどって。遠慮しなくていい、今さら部外者というわけでもない。そうだな、まあ最後のねあれにはかからなかったとはいえ十分、まあ、回答団とはまだ呼べないけど助けてはくれたでしょう。そうそう、彼のことも助けてくれた。そうだな、まあ、結果あそこはどうせとっつかまるから無駄といえば無駄だったんだけど。ではお言葉に甘えて。うん。てかさっきから気になってたんだけどよ。ちゃんと言及してくれた。リュウジが突っ込んでくれた、ユウスケの格好に。気づいてしまった。お前あれか、クリスマスで飯持ってこれなかったのにスカーフを買ったのか。街を歩いていたら目を奪われてな。いくらだったんだ？自分へのご褒美で買ったんだ。まあまあまあ、自分への褒美ってのはわかるけどさ。どう思う？このスカーフ。奇抜。まあインナーは似合ってる。独特だね。俺は手編みセーファー、俺は手編みマフラーの方が好きかなって。
これは何、誠ちゃんに作れってか。まあ似合ってんじゃない？ありがとう。そう言ってもらえると嬉しい。うん、だユウスケには似合ってるわ別に。独特でツッコミはしたけど。北川先輩じゃないと着こなせなそうですね。うん、北川先輩。ユウスケとはまともに面識あったっけ？よく名前覚えてんな。ファッションもいいが、そろそろそば行ってくれよ。ああ。伸びちまう。ちゃんと天ぷら乗っけてんだよね。しかも一人二個ずつ。ああ、失礼しました。ではいただきます。かすみちゃん、かすみちゃん足りる？別にそこそこ大きい一杯だから、もう波の人だったらこれでお腹いっぱいになりそうなもんだけど。うん、うまっ。お、もうみんな平らげだな。このお蕎麦ってさくらさんの手作りなんですよね。ただ茹でただけじゃないだと？すごいですよ。お店出せます。宗次郎、お前蕎麦も打てるのか。ありがとうよ。お前もう宗次郎は多才だな。政府の役人だったから、まあ学歴とか頭の良さとかもしっかりしてたろうし、コーヒーも作れて料理もできて、和食もいけて。ちょっと作りすぎちまったから。おかわりいる。ああ、おかわり、はいって。お願いします。いや、早いな。吉沢さん、結構食べるんだね。鬼のような代謝だからな、この子。底なし沼だからな、お腹。まあ、アスリートだから。まあ、茶化すんだったら上だな。まあ、うん、底なしの腹だからな。マジ？マジ？それでこの細さって。ああ、あんちゃんがちょっと嫉妬してる。お前も別にあれだろ。三段スイーツ食って、その体型維持できてんだったら全然いい方だろ。まあなんか、喫茶ドラマの最後の方では、もうやめるって、ちゃんと言ってたけど。先輩、話盛りすぎです。いや、持ってねえよ。普通ですよ。も普通じゃねえんだって。速報です。あ、テレビ。これまで沈黙を守っていた検察に動きがありました。検察が動くと。検察は指導議員が告白した複数の罪に対し、おお、立件たどり着いたか。まあそっか、さえさんがここにいるってことは一段落ついたってことだもんな。立件、後で言おうと思ってたんだけど、例の証言のおかげでね。ああ、ケチな。それじゃあもう一つ、今度は完全な朗報よ。完全な朗報なんだ。朗報、例の冤罪事件の当事者の女性から情報提供があってね。そっか、インナーの冤罪が晴れた。まだ確証はないけど。確証ないけど、あなたの前歴なかったことになるか。いや、インナーの前科取れるね。なんかちょっと個性が消えるようで少し寂しくもあるけど、絶対取るとこいいもんな。これはもう喜ぶしかないっしょ。やったね、おめでとうございます。もちろんここだけの話でね。よかったな。よかった。うん、まあそうだな。人生、本当に文字通り人生最大の汚点が消えるわけだもんね。もう汚点って言っても社会的な汚点だけど。いい年迎えられそうだよ。すごいな、本当。これはもうハッピーエンドでしょうよ。年始特番、相方2時間スペシャル。あ、なんだ。実力派俳優の豪華共演。あ、なんか。それは絶対諦めない。ハンサムな俳優、なんだ。この男。あ？最近やたらと見るな。あ、こいつあれか？なんか三島のストーリーでちょっとちょろちらっと出てきた最近結婚した俳優かな。この人モデル出身の俳優さんだよね。ああ、モデルなんだ。元モデルか。スタイルいいし、人気出るの分かる気がする。へえ。人気。ああ、でもそっか、これあれか。かすみちゃんがここにいるってことはロイヤルのイベントなのか、これは。もしかして我が輩もああいう人間なら、アンドノも。モルガナもなんか言ってるわ。ああいう人間だったらアンドノも振り向いてくれるかなって。さて、今年もあとわずか。各地の様子を見てみましょう。ああ。改めて考えると、今年はマジでいろいろあったな。しっかりテレビ映すな。ほんと、何年分の人生経験だって感じ。マジな、何年分は、うん、誇張なしでそうだわ。当分、こんな経験をすることもないだろうな。まあ、ロイヤルだとありそうなんだけどね、こういう経験。
多分1、2ヶ月くらいで起こるぞ、でっかいこと。私からすればそうであることを願ってるわ。お、さえさん。じゃあまあ来年からは貧困法制な学生生活を送るってことで。貧困法制ね、お前が言うから言うし。それならもう夏休みの宿題は一人でできるってことよね。てかそっか、もう年大晦日ってことは冬休みの宿題に出てるもんね。痛いとこ掴んでください。一人でできるのか。あーもう普通に微笑ましいパーティー。貧困法制ってなんだって聞こえたけど。今年は本当にいろいろあったけど意味わからないで言ってたのか。最後はこうやってみんなと過ごせてるし、あいい一年だったって思いたいよね。そうだな、誰一人欠けることなく。うん、それで根拠はないけど来年はもっといい年になる気がする。不思議ですね、私も同じ気持ちです。うん、これだけ満足のいく年末を過ごせたんだ、そう思うのも無理はない。渋谷では年明けの恒例カウントダウンに集う。渋谷でカウントダウンしてるんだってテレビが言ってる。名残惜しいけどそろそろ時間みたいね。そうだな、カウントダウンするってことは駅も超混むだろうし。また来年だな。年明け、なんかもうここまでちゃんと集まってるんだったらもう最後まで。あーまあでもそっか、あれか、電子終電があるのか。12時カウントダーンってやった後にはい帰りますってなったらちょっと慌ただしいもんね。総次郎おせちだ、黒豆よーい。この人数の黒豆はちょっと骨が折れそうだな。16だか17だか18だかを何回も何回も作るわけでしょ。はいはい豆ね。お起きて準備すりゃ間に合うよ。双葉が黒豆を所望して総次郎は意外とすんなりと、意外ととかまああれか、この人普通に我々に料理振る舞うの本当に楽しくたってそうだし嫌じゃないのか。今日はおとなしく寝とけ。あーまあ世界救った勇者たちだからな。ほっで部屋に戻って、あ年明けたんだな、ハッピーニューイヤー。あやっべ過ぎてるじゃん、ハッピーニューイヤー。あ、まあ、明けおめでいいのかな。去年が昨日のことに思うわ。しょうもない冗談。お前そういえばあれだったな、結構ちょくちょくしょうもない冗談言うの好きだよね。無視。またパーティーでもすっか。言わねえと。何かある？なんだろう、持ち食い競争とかそんな感じ。品性に欠けるな。あれだ、貧困法制とは程遠いな。何するかわからないけど、みんなに会うのは賛成ね。同じくだ。でも、明日ダメだ。用事がある。お、双葉？あ、春もだ。私も、ごめんなさい。でも、他だったらいいわ。うん、別に、明日じゃなくてもいいしな。まあ、とにかく、明けおめ。余裕としようだな、お前ら。うん。モルガナどうした？なあ、これ、あいつらに言うなよ。おー、なんか、モルガナがなんか、内緒話をしてくれる。我が輩消えてった後もぼんやり意識はあってさ。ああ消えても意識はあった、はいはい。みんなと離れるの怖かったんだ。うん、できることならお前らのとこに帰りたいって思ってた。うん、だから戻ってこれて我が輩すげえ幸せだ。幸せだって戻ってこれて、それもみんなに言いなよ。みんなお帰り、ずっと一緒にいていいんだぜ、一緒にいていいんだぜ、ずっと。お前がそう思ってくれるなら。そうだ、ずっとペットとして。モルガナは不服だろうけど。さて、もういい時間だし。アイネコでしょ、もう。アイネコだってんのかな。アイ犬じゃなくてアイ犬だけど、まあいいか。寝ようぜ。そうだな。改めてだけど、これから。あ、やべ。モルガナのいいセリフ飛ばしちゃった。あー一緒に寝てる。あ？あれ？お、ベルベット、ん？なんだ違うぞ。ベルベットルーム、まあ囚人服着てるんだけど。